ひろさん。はい。見てください。何ですか？白です。え？今日は白です。違いますけど。え？なんか黄ばんでるぞ、うなちゃん。嘘。白だよ。ほんと。え、なんかお尻のあたりが黄色くなってますよ。え？待って。今日朝起きておねしょしたの、もしかしてバレてるのかな？あ、荒牧さんじゃないですか、ひろさん。おー、いいですね。はい。おねしょしたかどうかなんてどうでもいいので、荒牧一人で頑張っていきましょう。うわ、色がなんかやば、インクの色。うなちゃんの、あれじゃん。お尻の色じゃん、これ。黄色？黄ばんでたので。黄ばんでない。え？黄ばんでないですよ。本当に？はい。あ、出ました。すごいな、今日。完結戦から出てきましたね。あー、いたー。今日初期にやられちゃったんですけど。任せていっぱい打つから。フグは生きてます。いや。いっぱい出しといて、ウイルス。なんかもう、さあ、ヒロさん。はい、うち引いた。え？うちゃん引いた。すげえ。僕引いた。すげえ。僕引いた、うなちゃん。引いたって何で引いたの？違いますよ。金鮭を引いたんですよ、僕は。くじ引きみたいな感じで引いたって意味です。わかんない、ガラガラ、どういうこと？え？でもくじ引きみたいに引き当てたよって。あ、そういうことか。はい。くじ引きね。ここまで噛み砕かないと、うなちゃんわかんない。うるさい。喧嘩するつもりなんてないんだから。え、僕も喧嘩するつもりないですよ。本当ですか？はい、仲良くしたいんだけど、うなちゃんと。俺も仲良くしたい。おう、利害の一致だ。うん。じゃあ、うなちゃんにお願いがあるんですよ。お願いって何？あの、お尻洗ってきて。できる限りのことなら聞いてあげるけど、どうする？お尻洗ってきてもらえませんか？お尻？はい、なんか黄色いので。それはダメだよ、静かにしてないと。内緒だよ。だって僕、お尻黄色い人と友達になれないです。お尻黄色いかな、そんなに。はい。え、洗ったのにな。白だけどな。え、洗ったんですか？ゆうさん、お尻洗う、見てて。うん。ゆうさん。あ、ダメねえ！え？なに？うわ、最低だな。お尻洗えって言ったのヒロさんじゃん。もう友達になんかなれないですよ。なんでですか？今ちょうどいいタイミングで行ってお尻洗ってきたじゃないですか。ダメですよ、それは。もっと大事にしなさい、お尻を。お尻を大事に。そうです。お尻をなんだと思ってんですか？お尻はお尻だよ。そうです、大事にしなさい。でしょ。はい、お尻はお尻なんですから、うん、大事にしないとダメですよ。時々ヒロさん言ってることよくわかんないからさ。わかりますけど。いや、わからないよ。大切にしないと割れちゃいますよ。割れてるよ、もともと。え？どんな幼少期を送ってきたんですか？ヒロさん、壊れたように意味がわかんなくなりますから。いや、わかりますよ。なんでわかんないんですか？アップできて嬉しくてかな。なんでだろう。これだからヒレオさんワールドだろ。ザ・ヒレオさんワールドだろ。ザはいらないよ。時が止まるぞ。止まってんですよ、うなちゃんの脳が。僕の能力によって。だから理解できない。追いつけないんですよ、僕の脳みそに。もうごめん、本当何言ってるか分かんないんだけど、大丈夫か、頭。だから頭はは喧嘩するんですか？だから、それはダメですよ。喧嘩。その流れは喧嘩の流れですから、うなちゃん。不仲説がまた出ちゃう。そうです。不仲説が。ビジフレって言われちゃいますから、うなちゃん。え？ビジフレ、ビジネスフレンド？そうですよ。え、言われてんの？言ってるし、言われてますよ。ヒロさんが言ってるだけじゃん。言われたことないよ。あ、僕のいくら。俺がないです、そんないで、俺がないで。あ、これ、あ、ダメ。あ、僕の。あ、もう絶好です。もう絶好です。いいじゃん、誰が取っても。無理。勝つんだから、いいじゃん、誰が取っても。無理。文句ばっか言ってさ。あ、うなちゃん、お尻出して。
え、はい。洗ってあげる。はい。やだやだやだ。許さない。ダメダメダメ。やだやだやだ。もう一回洗ったらもう洗わないです。お尻に刺激になっちゃうので。ウォシュレットしてくれよ。お尻に刺激になっちゃうから。ダメですよ。ちゃんと俺、最近ウォシュレット使うんだよ。なんで使うんですか？え、ウォシュレット使うでしょ、普通。え、僕使えないです。嫌です、なんか。俺使ってるよ。だってお尻から跳ね返った水がもしかしたら、水のとこにかかって関節お尻になっちゃうかもしれないじゃないですか。わかんない、関節お尻って何なんだよ。だから関節お尻は嫌です、僕。うなちゃんと関節お尻嫌です。関節、わかんないけど、はい。わかるだろ、関節お尻わかるだろ、これは。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。なんでわかんないんですかね。関節お尻もわかると思ったんですけど。関節お尻だろ、だから。またヒデオさんワールドにね、閉じ込められちゃいますからね。それでは違います。ザ・ヒデオさんワールドです。あ、ザですね、はい。はい、そうです。なんかめっちゃ来ますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよ、僕は。ヘビは倒しといた。ナイス。待って何ですか？ホップソナ消えた、ごめん。ラグちゃん。いや、消えた、ごめん。ホップソナ投げたら消えた。何やっちゃってんですか、ウナちゃん。ごめん。一個消えた。総裁されたってことですか？ユースペシャル使って。だって今使ったら入れらんないですよ。何持ってんの？早く早く早く。ジェットパックで入れて。よいしょ。危ないですよ、ウナちゃん。うまい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 。危なー。なんかね、ソナーを投げたらね、はい、消えた。なんで？ヒロさんはなんかお尻からもいっぱい出てたよ。汁みたいのジューって。え、これインクですよ。あ、ごめんなさい。はい。時々戻るんだ、普通に。ん？あ、なんでもない。時々ワールドからなんか普通に戻るからさ。あ、だから顔を出してんだ、横に。ワールドから。はぁ、あ、はどういうこと。はい、イレさん。はい。腹巻き取りで第2弾パート2。なんか、ちょっと長くなかったですか、今。え、なんか今、ヘリコプターに乗ってる時間、ちょっと長くなかったですか。あ、そっち。はい。パート2じゃなくて？パート2じゃなくて。なんか絶対操縦してる人間違えましたよ、下ろすところ。ここ？はい。そうかな？いつもと同じところだけどな。だってなんかちょっと長かったですよね。そう感じただけじゃない、ヒデオさんが。そうかな？うん、そうだよ。そんなことないと思うんですけどね。いつも通りだよ。何も変わらんよ。なんか変わって、うん、なんかおかしいって言って、ヒデオさんがおかしい。僕おかしくないですけど。え、なんかちょっと今日ね、変だよ。変じゃないです、うなちゃんが変なんですから。いやいや、まるで頭のネジが一個ぶっ飛んだような、なんか意味のわからないこと言ってる。僕頭にネジないですけど。うなちゃん何言っちゃってるんですか。うなちゃんもっと冷静に落ち着いて話した方がいいと思う。そういう意味じゃない、頭にネジついてるじゃなくて、頭のネジ。そういうことじゃないって。どういうことですか。僕フランケンシュタインじゃないんですけど。いやいや、僕も喧嘩したいわ。喧嘩したくて言ってるわけじゃないからね。僕も喧嘩したくないですけど、なんか、うなちゃんがおかしくなっちゃったから、僕もちょっと、冷静にやってあげようかなと。いやいや、ヒデさんがおかしいよ、一番。はい、あ、喧嘩売ってんですか？え、言ってない、言ってない、言ってない。仲良くしようって。だから、仲良く、だから落ちちゃったじゃないですか、そうやってやって。なんか、押されてて。危ない危ない、うなちゃん助けて、うなちゃん助けて。あー、やばいやばいやばい、足元取られちゃう、足元取られちゃう。うわーやばー、ひなさん、頭じゃない、頑張って。やばい、頭、歯。ははは、無理で頭って言っちゃった、これ。あー、危ない、うなちゃんやられちゃったんですけど。オッケー、俺、逃げ出したんだけど。僕、頭潰された。今日、頭おかしかったら、頭どういうの。熟したトマトのように。うなちゃん、うなちゃん、早く助けてください。ぐっちゃぐちゃってこと。うわ、うなちゃん、それ僕に喧嘩してるわ。いや、頭が潰れちゃったでしょ。頭潰れましたよ。なんかすごいグロいことしてない？
潰したってことみたいな。だから頭は潰れましたけど、はい、これ倒していいですか。これだから届かないんですよ、これは。じゃあ俺行くわ。効率悪いだろ、僕がこれやったら。もっと効率のいい人がいるだろ。確かに。頑張れ頑張れ。ナイスナイス。あ、ナイス。これ濡れる濡れる。待って、これ濡れる濡れる。僕バケツなの。オッケーオッケー、塗ったな。バケツはいっぱい出るので。ねえ、はい、あー外れちゃった。もう歩いてるよ。あー、うなちゃん無理。うなちゃん無理。それは無理。俺行ってくる行ってくる。プレス行ってくる、プレス行ってくる。ほら、うなちゃんしかできないだろ、それは。はい、プレス行ってきました。あー、うなちゃんこれ無理。これ撃ってる。ひろさんも撃ってて、逃げてばっかじゃなくて撃ってって。撃ってますって。何言っちゃった。なんでひろさんそんな浮いた。めっちゃ浮いてた。え、僕でも僕はだから頭軽くなった分浮いたんですから。頭が軽くなったってこと。だから潰れちゃったんです。あ、本当に潰れてたんだね。はい、そうです。いて、ごめんひろさん、ごめん、俺後ろにいる。やられた。戻って戻って。ひろさん今右肩めっちゃやられてる。ひろさん俺に撃って。撃ってますって。だから僕ナイスですって。ノズルさん、やられちゃいましたって。だからごめん、やられてやられた。ニコ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 。俺一個持ってる。弓やらせてくれたらいける。弓やらせてくれたらいける。かかかかかかかいいだー。オッケー。あぶねー、あぶねー。何が起こったか今分かんなかった。焦りすぎた。もっとだから冷静に落ち着いてって言ったでしょ。いや、ひどいさんも結構焦ってたよ。髪使って慌ただしかったもん。だからコロコロで身を守りながら助けに行ったんですよ。 うまいよ、フレさん。どう、うまいですよ。ケツ洗ってあげる。は、僕汚れてないんですけど。いや、これから汚れるから先に。うなちゃんと違っておねしょしないので。俺やってないと言っちゃダメだって。ねしょんしょんはしないので。言っちゃダメだよ。やってないもん。やってよ。うなちゃんやってよ。やったよ。やってよ、うなちゃんが。やったよ、俺は。これそっちから投げてよ。あ、撃ってる撃ってる撃ってる。死ぬ。生きてる。生きてた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 。危ねえ。そういう風に簡単にダメですよ。もっと大切にしてください、お尻を。死ぬ死ぬ。ひろさんやばい。お尻の大切さ。やばい、撃って撃って撃って。お尻の大切さを学んでください。めっちゃプレス打ってくる。プレスター誰か行ってきて、プレスター。味方行ってきて、プレスターお願い。待って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 。プレスター行って。もうプレスター一生打ってくるんだけど。だから僕が行ってきますって。プレスター行ってきて。本当にゆなちゃんはダメなんですから。やばい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 。どうしてよーん。オッケー、ライス先生、やっとか。なんでみんな行かないの。それはだから、わかんないですよ。うなちゃんが狙われてたから、あの、うなちゃんが狙われてたからみんないいやって思ってたんですよ。自分じゃないから危機感が上がんなかったんです。ずっとプレッサー打たれてたからね。うなちゃん僕もやられそう、プレッサーに。いや、プレッサー倒した倒した。ナイスナイス。真ん中にめちゃくちゃ送ってるからお願いしますね。はい、僕が倒したのいっぱいいるので。カニで入れてます今。カニタクシーやってます。ナイスです。このスペシャル使い切っちゃいました。これね、俺のおかげで勝ったから。はい、なので。え、僕です。おい、サメが最後に来たぞ。ちょっとダメだろ。どう考えても。ダメじゃない、ダメじゃない、ダメじゃない、ダメじゃない。今見せつけやがった。最後の最後はダメだろ。これ、俺のおかげですからね。僕のおかげですけど。いやいや、僕は。お尻黄色いんですから、無理。もう、洗ったので、ね、最初の方に。